ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回はボーカルチョップを最も楽に作る方法をお伝えしたいと思います。もしこの動画が良いと思ったら高評価ボタンワンクリックでご支援お願いいたします。では早速音を聞いてみてください。この音ですね。この音、ボーカルチョップというのはまさにボーカルの素材を切り刻んで、このように、切り刻んだ状態でシーケンス的に打ち込んだ状態の、演出のことを言うんですけれども、これ一見難しそうに見えて非常に楽ですね。今回はロジックで、説明していくんですけれども、ロジック以外の、方でもサンプラーを使用すれば、同じような要領でできますので、ぜひ参考にしていってください。ではまずこの作り方なんですけれども、一番元のボーカル素材を用意しましょう。これですね、今回の場合は。で、このボーカルの素材をサンプラーに読み込みます。ロジックの場合だとシンプルにね、この下のトラックのところに読み込んでいきます。ちょっとトラック多すぎてごめんなさいね。はい、ここに。そしたらひとまずオプティマイズのところでいいので読み込みました。そしたらトラックが出来上がります。そうするともうすでにもうこれで鍵盤に並んでいる状態になりました。もうすごい楽ですよね。あとはこれを打ち込んでいくだけというところではあるんですけれども、まだワンポイントあるんですよ。これ大雑把に、今切られてる状態なんですけれども、もうちょっとここにクリックをしてですね、線を入れていくと、ほら、より細かく刻むことができるんですね。なのでこれは自分の使いたいサンプルが、どういう感じの気質なのかっていうのを覚えておいてですね、どこでこう細かく仕切り板を入れようかなって考えてください。消したいときはダブルクリックすれば消えるっていうことなんで、これぐらい細かく刻むと非常に、クールなサウンドになりやすくなります。で、ここで打ち込んでいくときのポイントなんですけれども、リアルタイム入力でざっくり打ち込んじゃって、それを後で切り刻むっていうのも一つのやり方です。せっかくなのでそれやっていきましょうか。鍵盤を覚えといて、こんな感じでいきましょう。これで、ごめんなさいね、ちょっと他のパートが音量が大きくて聞こえなかったですよね。もともとこれ音量がちっちゃいので、ひとまずちょっと音量を大きくしていきますね。これは例えば、今回はコンプレッサー使っていきたいと思います。でコンプレッサーでわざと潰したような雰囲気にすると、より人工甘味料的な雰囲気になるので、それはそれでおすすめですよ。というふうに、ざっくり打ち込みましたね。そしたら次にダブルクリックして中身を見ていったら、今度はですね、クオンタイズをしてしまって、例えばこう刻みたければ、ここのところをですね、短くしてしまってここに付け加えるとか、そう、あとさらに細かくしたければ、前にお伝えしたディビジョンの変更というのがあるんですけれども、ここをカスタムにしましょう。このメニューからカスタムにして、ここのディビジョンの変更というのを32というふうにすると、この仕切りがほらディビジョンが細かくなりましたよね。細かく打ち込めるようになりました。さあ、テーテートロロってできますよね。っていうことができるので非常に面白いです。そしたらあとは結構もう感覚で OK ですね。音楽理論とかは特に必要ないので、本当に、ね。でもちょっとこれ打ち込んだ鍵盤がたまたま良くないので、ランダム的に変えちゃってもいいですよ。そう。で、またこう短くしてここに入れて、でやったりとか、こうずらしたりとか。というふうに、細かく刻みました。でそれでざっくり自分のね好きなような感じに、曲のアレンジに合うような形に、この加工していったらですね、最後のおまけがあるんですよ。これはせっかくねこう刻んでいるので、パンがこう左右にランダムで移動したら嬉しいですよね。なのでサンプラーの中に絶対あるはずなんですよ、モジュレーションという項目が。でモジュレーションという項目で、ランダムに、設定するんですね。この値をランダムに設定して、ここの、どこをターゲットにするかといったところで、ここをですねパンにします。パン、そうするとこのパンのね LR のパンが、
対象になりました。つまり言うとソースはランダム、ターゲットはパンにして、値をこの上げていくと、ほら終わりますか。一回鍵盤を押すごとにランダムで、パンが左右に振られるっていう状態になりました。これはまさにオートパンみたいなことなので、非常にこれはもうおすすめです。例えば、ボーカルチョップに限らず、シンセのピコピコサウンドとかをこのオートパン的な感じで設定をすることによってですね、これはまたオートメーションを書かなくていいっていう素晴らしい、状態になりますので、ぜひ、利用してみてください。じゃあ音を聞いてみましょう。いいですね。これでオケに混ぜて聞いてみると、なかなかおしゃれですね。で、これに加えてさらにいろんなエフェクトとかを加えたりとか、まあ、例えばオーディオに書き出してリバースにしてみたりとか、様々なアイデアが考えられますので、ぜひ、アイデアをですね、いろいろ活用してみて、ボーカルショップ遊んでみてください。もしこの動画が良いと思ったら、高評価ボタンでは、ワンクリックですね、ご支援いただけたら嬉しく思います。ナイス DTM キックでした。ありがとうございました。